うまい。いい酒、いい場所、いい女。こんないい世界はないの。の。ん？ああ。ん？どうした？浮かない顔して。あの天神の踊りが好かんのか。いや、そうじゃないんだ。じゃあどうした？いや、なんというかそのこういう状況は不慣れで、それに。それに？あんたにここまでしてもらおうというのもちょっと。なんだお前、そんなことを気にしてたのか。いいんだいいんだ、金はパーッと使う方が気持ちいいだろう。ああ。先生、ようお越しやす。ん？美人に継がれる酒は格別じゃ。お上手。あんたこの町は長いのか。はい、もう10年になります。おお、しかし10年で天神になるとは大したもんだな。いや、うちなんかまだまだどす。太夫の姉さんたちに比べたら。はい、先生も。いや、俺は先生などという身分じゃ。何を言うとるんだ。いいんだ先生で、ここじゃ金を持ってるやつが先生なんじゃ。そうどす。この町じゃお客様はみんな先生どす。そうか。少し酔ったようだわ。わしは小便に。ああ、それやったら誰ぞご案内よ。ああ、いいんだ。あんたはここでこいつの相手をしてやってくれ。え？あんたを指名したのはこいつなんじゃ。わしは夜風にでも当たってくるから、ゆっくり楽しませてやってくれ。あのお坊様、面白いお方やね。そう、先生がうちのこと指名してくれはったの。ああ。ええ飲みっぷりどすわ。先生はこういうとこ初めて来はったん？ああ、俺には似つかわしくない場所だ。あら、そんなことあらしまへん。先生のようなお侍様が来てくれはったら。あの、はい。その先生ってのやめてもらえないか。え？何かこうよそよそしい感じで好きになれん。あら、ごめんなさい。それやったらお名前教えてくれはります？え？名前？そう、お名前教えてくれはらんかったら、うち先生とお呼びするしかあらしまへん。名前か。
別にお名前くらい教えてくれはってもええやないのすか。いや、まあそうなんだが。聞いたらあかんかった？うち失礼なことしてしもたかしら。いやそんなことはない。名前か。そうだ。ん？キリュウ。え？俺の名はキリュウという。あら、キリュウは言わはるの。ええ名前やね。そうか。キリュウ言うたら神津の国で東の京都って言われてる町の名前や。詳しいんだな。そんなことないわ。桐生織っていう織物で有名な町やから、この町の女ならみんな聞いたことがある名前や。なあ吉野さん。ん？あんたもしかして神津の国の出じゃないのか？なんでそんなこと聞かはるん？その昔あんたによく似た女がいてな、そいつがその町の出だった。それで？いや、もしかしたらあんたがその女と関係があるんじゃないかと思ってな。どうした？キリュウはん、この町の女にはな、過去ってもんがあらしまへん。え？この町では今がすべて。他人の過去を知ろうとするんはいけずやわ。つまり愚問だと。そう。でもどうしても知りたい場合はうちを見受けするしかない。キリュウハンにそれができはる？いくらかかるんだ？500両。500？ そう、500。もし桐生藩がうちのこと自由にしてくれはるんやったら。うちのすべてを教えてあげる。ん？